寄っていく。おっと失礼。デンフのファーストブラッド、カバーに入るロブ、メーテオが中で耐える。時間ないですね。さあラストは後ろからジョジョのキルとなりました。フのラインを築きました。ファーストブラッドはフィスカー、だいたいフォールトラインアップだ。ジャッジいるところにこれはきれいに、あフィスカーのストレスが溜まったクイズ、パラノイア残っている。横からのパラノイア完璧だ。これでもうここはミンティキープ、セットアップブラストパックから、わお、抑えた。さらに2人目、中ではメテオのオペレーター。はい、ここデリアリー、おうまい、下からフリックすくい上げ、ダブルキル、バズ。あ、これは面白い。それは許しません。許さないメテオ。5ラウンド練習のノーセプション、アンダルツールドオペレーター、ファーストブラスト、フィスカー対オペは任せてくれと。しかしメテオが仇を打ちます。まああの位置であればデリアリも起こせますが、無理な起こし方はしません。その間に B メインでバズのキルが発生、ブレードソム上から、わお、さあミンティもうまく打ち落とします。あー、なるほど、ここチェッチの壁ですね、うん、そうですね。しかもヘブン、あ、よく打ち倒した。ラストだ、裏から、あれいないぞ、実は手前にいるお互いびっくりの打ち合いでした。トップがどこに飛んだかですね。そうですね、オペレーター勝負、うわお、壁抜き、当たりを使ってトレードマークをうまく阻止、ローリングサンダー互いに打っていきました止まったぞ。入ってくメテオ、ショーティーを倒した。ロブ至近距離だから見えていたか。ここもロブが倒した。後ろからファズが走り打ち、中をうまく取っていきます。あと10秒、よく取り切る。これだと見える範囲だと。うわ強い、強い。で A メインを押さえる。おっ一発しか、いや一発しか減ってないですよ。ワンタップですよ。ワンピックミンディが取ったことで、よしも、おお、近くつめ、ショーストッパーで入ってくるところ見えた。しかし打ち倒したのはブラックイズ、パラノイア。しかしアフターショックが返ってくる。柱裏にシュラードステップ、二人目、いや分からない、止めてしまうのか。インスモーク避けた。しかしまとめ、しかし3対3。仲間は死なせない。蘇生が入って、あっ、バズは2度目倒されます。しかもミッドのラークを抑えたので、あとはビーツ2人確定します。うわ、抜きで体力42。裏からのデリアリーには気づかないでしょう。足並みを揃えて何かアビリティの援護をしますかね。ファントム対デリアリー、しかもファントム今裏警戒しましたからね。この打ち合いデリアリー、ラスト1オン3、ロブが残ります。あるのか、あるのか、あっ、うわ、全フよくカバーしましたが、ロブもチャンスをしっかり作り出しました。ただヘブンも取れて、スクリーン側も一旦バリアオープで塞ぐと。スロープでの攻防が熱いか、いちいちトレード、どちらが階段を制すのか。パラノイア来た、ケージの開始、インスモークは失敗。あー、見えた、上に乗ってるのがバレた、時効が見えました。あとはサイト裏のフィスカー、ロブが勝った、降りれるチャンスか、フィニックする、ラストワンオン、どうだ、体力がない、ペイント弾が飛んでくる、ブームボットが飛んでくる、素晴らしいブームボット、あ、戻ってきた、フィスカーさんのブームボットが、これはまさかのポンコツブームボット。いや、しかし間に合うか、間に合わないか、あー間に合わない。そうね、ラッシュじゃんけんですね。でじゃんけんに負けてもグーでパンチに行くっていう、じゃんけんの種類は拳ですからねそうですね。ファーストブラッドはメテオ、なかなかすごいとこ飛んでる。ここは裏からブラックイズ、パラノイアまで入った、スパイクは手前、シュラードステップも思い切った前ステップ、裏にいる、ここにローリングサンダー。ミンティなら解決できるのか。ミンティなんかありそうですね。どこに飛んだ。今度はバックステップです。スモークで壁を作りましたね。強引に強引。
中に入っていきます。あ、スパイク取れてね。デスマッチだ。ただミンティが倒した。ニューラルセフトは打って15秒、ケージを耐えて、この勝負はデリアリです。なかなかこれには気づけません。ファーストブラッド、フィズカ返したメテオ、アフターショックを入れたファントム、追加のフラッシュ、それは核キルまで持っていきます。スパイクが、クローブ手前にいる。残り1名。口を使った攻防はファントムのダブルキル。中では全負。ヘッドハンターを使いますがミンティの、うん、そうなんですね。わあ、フラッシュの構え。フィスカーがセカンドキル、全負が返して3対3。中ではブラックイズムキルによって3対2まで持っていきます、うん、削りたい。おう、もうランデブで帰ります。バズの位置見えましたね。バレましたね。バンダル回収、うん、下からジョジョ。それでもミックが破壊し、反応した瞬間にこっちから攻めるか。手前にいる。うわー、ダブルキル。リズム感のあるキルでしたね。メテオラークの狙いは B。 音がした瞬間メテオのラークが始まった。ディフェンダーサイド、アビリティフォールトラインは残っている。パラノイア受けた、位置がバレた。ファントム倒されてメテオのラークが刺さった。挟み込むことに成功。あ、しかもヘブン取りに行った。削った。実は手前にブラックイズ。味方のジャンピークのおかげでブラックイズをむしろ生かすことができてましたね。ワンオスリー、うん、最後はデリアリーのキル。ジョジョのローリングサンダーエントリー、ローリングサンダーがやってきます。ケージでメインは抑えた。降りてくるところはミンティ、ホールドラインは回避できません。カウンターのローリングサンダー、アフターショックが入っていく。さあ下に隠れているロブがダブルキルを取ります。そして最後はバズ、いい守りができました。素晴らしい守りでした。見えた、バズスモークがちょうど切れた。アフターショックを返していきます。完全に B ヘブンは明け渡し、ワイヤーだけで守るという展開になりました。その間にブラックイズが深く入ってアルティメットですね。広いラインを取ることに成功します。あ、これスパイク運べるか。残り30秒。そうですね、そこが問題です。スモークを耐えている。さらにはヘブンが取れていればですが、ブラックイズがやられた。設置をうまく止めることはできるか。設置を抑えた、抑えた。しかしここのカバーに入った全負が、マッチポイント。いや、ブラックイズがいい動きをしましたね。ただよくある戦いです。こうしたことでかなり有利に攻めれるようにはなるはずなんですけど。おい、その間に今度はフィスカ逃げれない。ブラストバックで逃げるところはデリアリのカバーが入りました。ホールトラインの返しは難しいか。武器が弱いファントム、あと30秒。ファントムの武器が弱いわけではありません。ファントムのシェリフです。バイクを設置。ここはバズ、ディフェンダーサイドからの取り返しか。ニューラルセフトで位置を暴きました。いいニューラルセフトですね。手前にデリアリー、ここはフィジカル勝負だ。もうアビリティないですからね。時間を稼ぎます。前夫がバズ落として3対3。フラッシュは避けたデリアリー、中で耐えれるか。1人目ミンティのカバーでジョジョが落ちた。中で耐えるデリアリー、コズミックディバイドで抑えて。さあデリアリースライディングからファーストブラッドを狙っていきます。ファーストブラッドこっちだよ。ファーストレーンを使いながら4対4の取り返し。ヒーリングオブあるのでロブに流してもいいかというところですが、セージのミンティはあまり動けません。上からのインセンディアリー狙い、タワーでデリアリーダブルキル。しかもこれインセンディアリー多分落ちましたかね。そして4キル目、インセンディアリーずれてるか関係ないぞ。デリアリー、今度デリアリー探しに行くですね。裏からフィスカー、リコイルコントロールで無理やり取っていきました。リレーボルトとフォールトライン、ヒーリングオーブを入れながらもう一度取り返し。そうですね、メイン取らないとちょっとポジション窮屈ですから。さあメインは明け渡すか。ここは重なった。ブラックイズのカバー、ファントムミンティでキルを取り、ここは取り返し成功です。4名生存もあるか。ファーストブラッドは上々。これでメイン側の進行の可能性が出てきたと。この勝負はメテオ、
メーテを2人目、ファントムは返す、フラッシュ入れて、そのうち当たらない、上手前、可能性も一応残っていたのもそうですし、グルネード、ペイントだ、にはペイントだ、ファーストブラッドフィスカー返しの前歩、開いてしまいました、開いちゃった感じですよね。フラッシュからメーテを1人取った、ジョジョのカバー手前にまだいる、ここは見えてよ。しかもジョジョはナイフで行こうとした。カバー勝負で勝ったのはノーセプション、メーテオとジョジョのティはおとりになりつつ、うわー、おお来た、また来たぞ、それは強い。バイクタイミング、うわー、横向いた瞬間だ、5対3、裏にローリングサンダー1人飛んだ、うまい、ケージで隠した、アフターショック、逆にここにローリングサンダーを返してメインの取り返しはどうだ、フィスカーのショートパー、ファブゲーミング2本目、うん、引きこもれないですよね。そうですね、ここは簡単に壁を壊していきます。ファーストブラッドブラックイズ、あ、スパイク、スパイクドロップ、蘇生が入る、一方アーケードから全部入ってきて、地下からはジョジョ、メインからは今度はメテオ挟まれた、ショートパーダメ、いやーこれ2人当たる、あと30秒、これによっポジションでしたからね、おっとジョジョが手前、逃げれません、車線の組み方、メテオのカバーが入ります。しかし A 側でネオンのデリアリーがかなりプレッシャーをかけています。あ、スパイクがしかも A 行ってますね、これ、あー、これスパイクがまた落ちた、これもしかしたらフォールトラインフェイクだったのかもしれませんね。うーん、あー、ただやっぱポジションが苦しいのが分かってるので今回はスパイクを無理に取りに行かないですね。ただまた前歩がワンタップか、一瞬でミンテ落とし切り、ワイヤー手前切れました、ケージ起動、ケージ手前で待つ、スパイクドロップ、 A でキャリアダウン、あと10秒、走ってくるのは分かりました、おう、カバーに入ったフィスカ、時間ありませんね、ファブも対応力はありますので、うん、今のリレーボルト、そっちだよ、ファストレーンを使いながら、ファストレーンの中にはミンティ男待ち、そこをデリアリーが潰し、タワーでアバーズが落ちた、あらら、このまま設置まで持っていきます、あっという間の出来事、中に入るという待ち方は面白いんですけど、結局それってフィジカル勝負なので、うん、ああ面白いですね、フィスカ、今度はフィスカーが奥まで、ここにはデリアリー、ファーストブラッドフィスカ、ブラストバックのフィスカーを倒すところはミンティーが、スースありますからね、オープン設置、ブラックイズはメインを取りに行きます。なるほど、また裏あれですよ、アートルドマーク、これタワーのワイヤー壊れたというところでは、ドロップ側には1人いるのが分かりました。取り返しはメインからジャンプピーク、フォールトラインの返し、ここには引っかかっていないブラックイズ、 1-2 トレード、ただこれはまだあるぞ、3対2、メテオがフィスカを抑えたことで分からなくなった、このオペレーターの車線どうするか、抑えたメテオ、ミンティが返す、時間がない、オープン設置、ミンティよく後ろを向いた、いや今のは策がどうなるかです。何度もやられているこのセットアップ、フィスカメインで止めた、ここはさすがに引っかかるバズ、スモークがたけなくなりました、オービタルストライクまで来る、うお、どこだ、焼かれたフィスカ、ミンティどうする、パワーで解決か、カバーに入ったドエフ、ツゴスリー、ファントムは手前、このファントムが抑えられ、ニューラルセクトでワンオンツー、設置位置が中なので引けない、見えた、ケージ位置を変えた、武器まで変えた、ああ横見てた、素晴らしい、世界でも通用する守り方です。そうですね、後ろを詰めていくノーセプション、ワイヤーに引っかかったデリアリー、ここに待っているところ強引に行きます、バズが落とされた、リレーボルトで裏も挟まれた、正面ではロブのファーストブラッドが取れている、フレンジでのラッシュなんか攻守が逆になってるように見えますけど、どっちが攻めか分かりません、問題はスパイクの位置ですね、回収者ミンティ、ここ無理やりでも設置するのか、
隠れ設置ならできるか。設置フェイク釣り出しました。そうですね、はい、そして裏取りのロブ、これでまだ B の可能性が出てきましたからね。そうですね、このメイン側逃げれるかロブ、時間稼ぎ。最後の一人だ。ラストワンワン。いや、随分距離の離れたワンワンですね。これリポジショニングできるから、かなりフィスカーありますけど、ボルトラインどこ打つか。なるほど。さすがに中にはいないだろうと思ってしまうような位置です。怖い置き方しますよね。なんかありそうなんですよね、本当に。ありそうな置き方しますね。ファーストプラットはメテオ。カバーに入ったフィスカーでしょうか。うん、各方面でキルが発生した模様です。B リンクのあたりですかね。はい。回復するわ。ああ、なるほど。これで A を挟もうとするか。このメインの取り返しが、ファントムのフォールトラインが必要か。ドライだ。デリアリーの位置には気づかないでしょう。二人で抑えた。いい連携だ。その間にロブが入っていきます。そこの降りたところはメテオです。作戦地域を。これ9対6。一応最後ケージ使っ。ケージからカメラ。ケージ機能。リレーボルト手前バルト、あ、隠れてる、まさかこんな深い位置。だ結果的にキルトレードを行いましたからね。これでしかもこの上側いないのバレましたからね。そうですね、リッチにいないと分かって、うわ、ここメテオのダブルキル、うん、10本目ノーセプションです。での打ち合いが発生しそうなこのラウンド。いやこれローリングサンダーからのピーク、デリアリースピードアップ、フラッシュペイントダン、何も見えないブラックウィズ、後ろから来た、表と裏のサンドイッチ、ファブが挟まれた。キャリアダウン。いや問題はスパイクがこの位置に落ちた。お手上げ状態。カバーを待ちます。クロスの形を組んでいく。ゼンフとデリアリーダブルピーク、裏に隠れていたデリアリー、相手の攻撃の進行をまずは抑えることができたりするんですよね。待ってしまうとどうしても囲まれるのがこのフラクチャーのアップの難しい守り方ですから、うん、そうなる前に先手を取っていくというプレーです。マッチポイントノーセプション。爆弾起動。ロブはカメラを起動します。オペレーターの音です。スモークを使っていくブラックイズ、一人見えた、ビシッと頭に吸い付いて超突破が綺麗に入った。オービタルストライクを打ちながら中を守っていく。いや硬すぎる。ブラックイズが位置バレてますよね。間違いなく